にちは。今回は DG メソッドを解説していこうと思います。DG メソッドというのは、この2色のパーツですね。この H キューブの向きをすべて揃えてから、揃えていくという方法です。EO ファーストって言って、EO ってのはエッジオリエンテーションの略です。で、まあ、その後の流れは、クロスを作って、F2L 揃えて、で、上の黄色揃えて、H を揃えていく。というので、まあ、流れは似てます。ちょっと違うんですが、まあ、大体似てます。まず実際に、このエッジの向きを揃えた EO ファーストが終わった状態を揃えていきたいと思います。動き方としては、R と L と U と B、この4つの回転だけで揃えていきます。まあ、F と B をしないということです。まず、正面の色と奥の色を揃えていきます。緑を入れて、U' で R2 で青を入れる。で、この2色の、2箇所のセンターを合わせると。で、次に、じゃこの白赤を、揃えていきます。で、この時に、まあ、揃え方があって、このように 2×1×1 のブロックと、赤緑の 2×1×1 のブロックを作って揃えると。で、まあ、これで、クロスと F2L 一つの 2×2×1 のブロックを作って、R2。そうすると、揃えることができます。で、このオレンジ緑もやっていくと、まずこのように 2×1×1 のブロックを作って、ここも作って、奥で揃えると。これで、2つを作ることができます。まあ、あとは、この赤を揃えて、このオレンジ緑を、オレンジ青ですね。で、オレンジ青を揃えていくと。これで、F2L 下2段が終わって、だとこのすでに十字ができている状態なので、まあ、ここから、キーを揃えて、で、上を揃えるというような手順で、揃えることができます。このように、この EO、H の向きを揃えた後は、F と B の回転をしないで、すべて揃えることが分かりました。この F2L が終わった後は、まあ、黄色の十字ができるということも分かりました。ですが、この F2L の、この白、赤、青のパターンを見てみると、この赤はすでに EO が揃っている状態なんですね。ですが、多分知ってる手順だと、F' で U して F で U2 してこのように入れていくという手順を知ってると思うのですが、これはですね、別に F' もしなくても、例えば M して、このように揃えていくこともできたりします。あとは、M を使わない回転だとしたら、R' D' してやっていくと。このようにして入れることもできたりします。なので、この EO が揃っているときは、まあ、F の回転をしないで、まあ、どうにか揃えることができるということです。まあ、あとどうにか揃えようとしたら、まあ、手順が長くなってしまうんですが、このように持ってきて、このように入れていくというふうにすることもできたりします。では実際に、この EO の反転をやっていきたいと思います。最初はわかりやすい、この黄色を反転していきます。反転の仕方は、F もしくは、まあ、B' とか B の回転でやっていきます。覚えることは2つあって、4箇所の反転と2箇所の反転です。それさえ覚えれば、EO を揃えることができます。まず4つ反転しているのからやっていきます。この黄色、黄色、黄色、黄色。この4つが反転しているので、F のところに持っていきます。このように持ってきて、F を1回すると。で、これで4つの EO が揃いました。で、戻してみると、このように、向きが揃うのがわかります。次は2個だけを反転させるパターンをやります。ここの黄色とこの黄色が反転をしています。まず F' で反転させます。で、まあ、ここも全部揃っている設定なので、これが反転してしまうんですが、
反転してるのを持ってきて戻してあげます。そうすると、ここの1、2、3個ですね。この3個は、まあ、ひっくり返って戻ってくるっていう、まあ、2回周期で元に戻って、そして、この黄色とここの黄色は1回だけしか変わらないので、それで反転してくれると。これで EO の処理をすることができます。この2つを使って EO を揃えていきます。では実際にこの崩れた状態で EO の判断をしていきたいと思います。今は全て EO が揃っている状態です。まずこの白緑から見ていきます。下の色が白ですね。で、下の色が、まあ、白の時は、白がこの外を向いていません。内側に入っています。っていうのを私は目印にしています。一回回転させても、白が正面。で、もう一回しても白が上と。この右とか、左とかを向かないということです。で、この黄色色、この黄色に関しても、揃っている場合は、まあ、白と同じで、上か正面か下を向いていると。まあ、この横を向かないという感じです。この2つは判断がしやすいと思います。次はこの赤青なんですが、この EO も揃っています。で、赤青は右にあります。これ1回 U' すると、まあ、揃う状態であると。で、R' すると、まあ、入ってくるということなので、EO が揃っています。まあ、私の判断方法は、この赤が、まあ、横を向いているというのを目印にしています。これは別に、まあ、青が上を向いているとか、青が正面に行くとか、でも、まあ、どちらでもいいと思います。個人の好みだと思います。次はこの赤緑を見ていきますが、これも揃っています。赤緑は、この右奥のところですね。ここに入ってくれれば正しい位置です。で、これも赤が、まあ、正面、もしくは横に来ると。で、横の色が外側を向いてるんで、これは揃ってる状態。というふうに判断することができます。では実際にこの崩れた状態から EO の判断をしていきたいと思います。まず、この黄色オレンジ。この黄色オレンジは、この黄色が正面を向いてくれてるので、揃っています。で、次はこの緑オレンジなんですが、これは反転をしています。なぜかっていうと、この横のオレンジですね。このオレンジが上を向いているので、これが違う状態ということです。この次は緑黄色なんですが、これも反転をしています。この黄色が左を向いてしまっているので、違うということです。で、次はこの青赤なんですが、青赤、今は青というふうに揃っているんですが、これも異様が反転しています。というのも、この横の赤の色が下を向いてしまっているので、これは R の動きでは揃わないということなので、青を正面にしたときは違うということです。次はこの白赤を見ますが、これは揃っています。白が上を向いている状態なので揃っているということです。こういうふうにすると揃うことができます。この黄色、青は揃ってますね。黄色、赤も揃っているという感じです。横を見ていくと、緑赤。この緑赤は、赤が上を向いてしまっているので、違うということです。で、奥の青白を持っていくんですが、これは、揃っています。白が正面を向いているので、揃っているというような感じです。あと、この下の青オレンジも持ってきて見てみると、これは揃っています。オレンジが左を向いているので揃っていると。で、最後はこのオレンジ白ですね。オレンジ白は、白が右を向いてしまっているので、これは揃っていないというような判断ができます。では実際に EO を揃えていきたいと思います。反転しているのをこの手前に持っていきます。で、まずこの緑オレンジが違うので大丈夫で、緑黄色も違うからここにいると。で、青赤も違うから大丈夫と。で、この黄色オレンジが揃ってるんで、間違ってるこの黄色オレンジと交換します。ここで1回 F を押します。これで4つのエッジの EO が揃いました。で、あと違うのがこの緑赤ですね。
緑赤が違う、緑白が違うと。で、違うのが、2つだけなので、次は2つだけ変えるのをやっていきます。まずこの緑白と赤緑、この2つを反転させたいので、この R の列に持ってきて、F プライムで緑赤を反転させて緑白と入れ替えると。で、元に戻すと。これで、2箇所だけの反転をすることができます。これで EO は12個すべて揃っているという状態です。実際に、揃ってるか確認をしていきたいと思います。まず、この緑と緑白と青白を揃えて、で、センターを揃えて、この白赤と白緑赤ですね。これを揃えていきたいと思います。こうですね。2×1×1 のブロックを作って、で、赤緑を持ってきて揃えると。これで、右奥が揃いました。で、あと、白オレンジと白緑オレンジを揃えて、この右にあるんで、これを持ってくると。で、これで、2×1 と、2×1×1 を持ってきて、2×2×1 にして、奥で揃えると。で、あとは、揃えていきます。このようにして、赤をと青に揃えて、これで、揃えることができました。もう一度 EO の判断をしていきたいと思います。まず、この青オレンジ。これは、揃っています。これは、オレンジが右を向いてるので揃っていると。で、この白オレンジは、白が上を向いてないので、これは間違っています。で、緑オレンジ。緑オレンジは、緑が横を向いてしまって、オレンジが正面なので間違うというような感じ。で、緑白は、これは白が下を向いて揃っています。で、黄色赤は黄色を向いてに揃っていると。で、オレンジ、黄色は反転してます。で、赤は、この赤が上を向いてしまっているので、これは違うと。で、この青、黄色は、黄色が正面を向いてに揃っていると。で、白オレンジは、白が外を向いているので揃ってません。で、右も見ていくと、この青白は、上を向いてね、揃っている。で、赤緑は、この赤が、上を向いてしまっている。横を向いてないんで、揃っていない。というような状態です。これらを正面に持っていくと、まず、これが間違ってる、間違ってる、揃ってる。で、白赤が、これが間違ってるんで、持ってきます。で、青オレンジが揃ってるんで、間違えてる子を持っていきます。間違えてるのは、この青赤ですね。なので、白オレンジを右側に入れます。これで、違うのを4つ持ってくることができました。この状態で F を1回すると。F プライム、もしくは F プライムすると。これで EO を揃うことができました。で、あとは、オレンジ黄色と、もう一つ、この緑赤を、持っていきます。で、緑赤と黄色オレンジを右にセットさせて、F プライムで緑赤変えて、黄色オレンジと交換して元に戻すと。で、この2箇所だけを反転させる。この、3つに関しては、1回2回というような感じなので、元に戻るんで、揃ってる状態だということです。これで12パーツすべてのエッジの向きを揃えることができました。確認していくと、まずこの緑白と青白を入れて、センターを揃えて、そして、このオレンジと、この緑白を揃えて、このオレンジ緑を揃えて入れていく。この赤緑と緑赤を揃えて入れていくと。で、あとは、正面の2つを揃えていきたいと思います。
揃えて、赤を揃えて、これで、きれいに十字を作ることができました。この EO の判断は最初は難しいんですが、これを練習していくと、この普通にクロスを作って F2L を揃えて CFOP の揃え方の F2L の持ち替えの先読みも少ししやすくなっていきます。例えば、この手順、白、赤、青と、この赤青のペアですね。これはもう EO が揃っているので、F の回答をしないで、まあ、揃えることができると。で、この白、赤を入れた後に、まあ、次はこの潜っている白、緑、オレンジを揃えようって考えたときに、この緑、オレンジですね。これは反転をしています。ちょっと反転してほしくないので、はい、反転をしていません。っていうふうに考えると、まず白赤を入れる、その後に持ち替えをしないでオレンジを入れることができるというふうに少しだけ先読みをすることができます。どこに行くかわかんなくても、まあ、とりあえず、まあ、持ち替えをしないで、この左奥に入れられるんだなっていうふうに考えられて、入れていく。で、ここに2つあるから、これを左奥に入れていくというようなイメージ。で、じゃあ、このオレンジ、白を入れた後に次は、こう出てくる、青オレンジを入れようって考えたときに、これは、持ち替えをする必要があるんですね。オレンジが、正面を向いてしまって、まあ、横を向いてないんで、持ち替える必要があると。いうふうに、見つけることができます。やっていくと、このように入れていくと。で、持ち替える必要が出てくるという感じです。この時の次のポイントなんですが、ちょっと離れてしまうんですが、この緑赤が位置が揃っているんですが、反転してるんですね。なので、このオレンジ青を揃えるときに、まあ、ついでにこの子を崩してあげると。そうすると、次の赤青のペアを入れやすくなったりします。この状態でやってしまうと、この白赤青が反転するというふうな感じに、この状態で揃えることもできるんですが、追い出した方が少し早いかなと思います。で、追い出して入れると。で、この流れで、持ち替えですね。このオレンジ青を入れるためには持ち替えが必要だと。で、持ち替えて、緑赤を入れていくと。これで、F2L を作ることができます。この GC メソッドの特徴として、この F2L が終わったら、すでに十字ができる状態なんですね。なので、もうここから、この3色の向きだけではなくて、位置も揃えようっていう OCLL ってのがあります。オリエンテーションコーナーラストレイヤーって言って、まあ向きを変えて、コーナーの最後の位置を揃えるというような感じだったりとか、ZBLL って言って、まあ、コーナーと2色のパーツを全て揃えてしまおうっていう、まあ、方法だったりとかがあります。まあ、この3つを例に出していくと若干違うんですね。全て青を正面にして、このように見ていくと、まあ、違いがわかると思います。まあ、青、赤なのが、オレンジだったりとか、これ見ると緑、青、緑だったりとかっていう風に違ってきます。なので、これを頑張って判断して揃えていくというような感じです。実際に揃えていくと、この一つ目のパターンだったら ULU'R' で UL'U'R と、これで、揃えることができます。だったり、二つ目を見てみると、まず、U' して、奥にセットして、R'U2RUR'UR と、これで、揃えることができたりだったりとか、最後は一番主流なパターンですね。スーンですね。RUR'UR'U2R'U2で、それができると。まあ、言うように、この一つの OLL も、
いろんな風にもっと細かく分けて、まあ、それを暗記して、揃えておくというような方法があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。おしまいです。